どうもこんにちは、小佐島です。今日は知識ゼロから一気にわかる、ナムアミダ仏の凄さとは、ということについて、この流れでお話しいたします。いやー、今日もこれもうすごい内容なんですね。ちょっとこれ目がチカチカするかもしれませんけども、有名なね、ナムアミダ仏とは結局何なのか。それがもう一気にわかってしまうね、すごい内容なんです。私もこの話を初めて聞いて、ものすごい感動してね、すごい理解も深まった内容です。 とても大切な内容なんですけども、これを知ってる人は滅多にないし、他の動画で見たことがないですね。そういう非常に貴重で重要な内容が一気にわかるね、渾身の動画でございますので、ぜひ最後までお聴きください。まず、有名なナムアミダ仏ですけども、ここに仏教は全部収まるんですね。7000冊以上のお経が全部収まったのがこの6文字なんです。しかし、もう究極に収まりすぎてね、これ普通の人わかりませんので。 それを今度は逆に開いてね、お話していきたいと思います。で、まず、もうすでに感じられていると思いますけども、このナム・アミダブスというのは、大きく分けますと、ナムとアミダブスこの二つに分けられるんですね。本当は一つなんですよ。ですけども、私たち相対のね、知恵しかありませんので、それを分けてね、比較して理解すると、まあ、理解しやすいんですよね。では、ナムとはどういうことなのか、アミダブスとはどういうことなのか、いうことなんですけども、まずですね、 このナムアミダ仏というのは、アミダ仏が作られた、言ってみれば薬みたいなものなんですね。私たち人間はいろいろな苦しみ、悩みを抱えている。例えるならば病人でありまして、それも心の病人、魂の病人という方が近いかもしれませんが、その病を治す薬がナムアミダ仏でありまして、その薬を調合したお医者さんがアミダ仏に当たります。ですからまず、アミダ仏はどういう仏様かと。 ということを知りますとね、この名も阿弥陀仏というのがどういうものなのか、また分かってくるんですで。阿弥陀仏とお釈迦様の関係についてはこちらで詳しくお話しています。まあ、簡単に言うと、お釈迦様の先生の仏様が阿弥陀仏、阿弥陀如来なんですね。でその阿弥陀仏については、阿弥経というお経がありまして、なぜ阿弥陀という名前なのかということがはっきり書かれてあるんですね。どう言われているかというと、シャーリー法、 これはお釈迦様のお弟子でありますね。そのお弟子に呼びかけまして、かの仏、これが阿弥陀仏なんですけども、その阿弥陀仏は光明無料の仏なんだと。無料ですから限りないですね。まあ無限と言ってもないです。無限の光明を持った仏様で、十方の国、これは大宇宙の世界ですね。それを照らすに、上下するところなし。ここだけは照らすことができないというところがないんですね。まあ言ってみれば影になるような場所がない。 そういう巧妙無料の仏様なので、阿弥陀という名前なんだよと、後者が様、と言っておられるんです。ちなみにこの阿弥陀っていうのは、インドの昔の言葉でありましてね、まさにこの阿弥陀が無料、限りないという意味なんですよ。で、何に限りがないかというと、実は二つありまして、その一つが巧妙無料。ということで、阿弥陀仏というのは巧妙無料の仏様ですよ。このように言われています。 で、これはどういうことを意味するのかというのは、もうちょっと後でね、話をしたいと思います。で、次に、同じ阿弥陀経に続けてこのように説かれています。また、シャーリー法、お弟子のシャリオス尊者にお釈迦様呼びかけ取られます。かの仏は、寿命無料の仏様なんだと。こう言われてるんですね。寿命っていうのは、まあ、まさにあの寿命です。それが無料、限りがないってことなんですね。命に限りがない。永遠の命を持った仏様が、 阿弥陀仏なんだと先ほど申しましたように、阿弥陀というのは無料、限りがないということでありまして、その限りのなさのもう一つが寿命無料、命に限りがないということですね。ですから、阿弥陀仏という仏様は、巧妙無料、寿命無料の仏様なんです。巧妙を一言で言うと、力なんですね。力に限りがない。そして寿命に限りがない。その光明無料、寿命無料の働きが全部収まったのが、 南無阿弥陀仏ということなんです。で、これをもし分けるならば、南無阿弥陀仏の南無に光明無量の働きが収まって、南無阿弥陀仏の阿弥陀仏に寿命無料の働きが収まっていると。こういうことなんです。最初はね、ちょっととっつきにくく感じるかもしれません。中象度の高い話ですからね。ただ、南無阿弥陀仏っていうのは南無と阿弥陀仏に分けられるそうなんと。で、南無の方が力、光明無料のことを表し、南無阿弥陀仏の阿弥陀仏は、 寿命無料の働きが収まってるんだと。まあこういうまずはね、大雑把な理解。まあまずは丸半期で大丈夫です。徐々にこれが何を意味するかが分かってきます。で、次にですね、阿弥陀仏は巧妙なり、巧妙は知恵の形なりと、このように説かれています。で阿弥陀仏は巧妙であるというのは先ほど話をした通りで、その巧妙というのは知恵なんだと。このように教えられています。まあ仏教で知恵イコール巧妙なんですね。で、知恵っていうのは もうちょっと身近な言葉で言うと、強さ、まあ、力なんですね。それに対して、寿命無料の働きというのは、これ、慈悲の働きなんですね。阿弥陀仏のことを、大事、大悲の阿弥陀如来と言われまして、優しい、大きな慈悲を持った仏様と、こう言われます。略してね、大悲、この下の方だけを言われることも多くあります。で、この慈悲というのを、身近な言葉で言いますと、優しさなんですね。 ですから、巧妙無料、寿命無料、知恵と慈悲というのは、医者で例えるならば、その腕前と優しさということなんです。知恵が、生む、巧妙無料、知恵というのは腕前を表しまして、阿弥陀仏、寿命無料、慈悲というのは優しさを表すわけなんですね。まあ、お医者さんでしたらね、やっぱりこの二つ大事ですよね。なんとか治してあげたい、治療したい、手術をしたいと言ってもね、その病気を治すだけのこう腕前がなかったら、 直したい気持ちいっぱいなんですけど、これ直せないんですよね。だから腕前が必要。かといってね、腕前はいいんだけども、もう優しさのかけらもなくてね、直してほしければね、3000万用意してこい、みたいな感じで、弱みにつけ込んで、もう法外のね、お金出さないと助けてくれない。こういう医者でも困ります。阿弥陀仏というのは私たちのね、病を治すお医者様のような仏様だとお話しましたけど、私たちの病を治す腕前、知恵、巧妙無料というね、 すごい力を持っておられて、同時に優しさ、寿命無量の慈悲の心を持っておられる。まあ言ってみればね、一番の慈悲というのは永遠の命を与える。しかも永遠に苦しむんじゃ困るんでね、永遠に幸せを与えるっていう。これが最大の優しさでありますので、寿命無量が慈悲、優しさということなんですね。で、この腕前と優しさ、知恵と慈悲、光明無量、寿命無量が収まったのが、南無阿弥陀仏ということなんです。 少しずつなんか理解がね、深まってきたんじゃないかなと思います。さらに続けます。まあ、ちょっとこれはね、プラスアルファの情報になるんですけども、お仏壇にお灯明ってありますよね。ろうそく。まあ、昔は火をつけてましたけど、今電気が多い。まあ、危ないですからね。地震も日本多いですし、電気のもので大丈夫です。で、ああいうお灯明っていうのは、まさに光明光ですからね。光明無料の知恵を表しているわけです。それに対して花をお供えするんですね。 お仏家って言いますけども。で、花を見てるとなんか優しい気持ちになりますよね。優しさの象徴が花、こうも言えるわけですけども、そのお仏家は、阿弥陀仏の慈悲、寿命無量を表しているわけなんですね。だから、お仏壇にもね、当然意味があるわけなんです。音お豆苗、お仏かというのは、南無阿弥陀仏から出たものなんですね。また、南無阿弥陀仏には、ン満願の働きがあると言われるんですけども、これを細かく分けると、 ナムの働きでハン、アミダ仏の働きでガンさせると。こういう働きがあるんですね。これ大事なとこなので、詳しくお話したいと思います。まず、親鸞聖人は、無明長夜の闇を走、史上の死顔を見てたもうと。このように言われています。まさにハンガンと言われています。では、ここで出てくる闇、無明長夜の闇とは何か、ガン、主上の死顔とは何かということですけども、 まずですね、今日の分かりやすい言葉に直して言いますと、ハーンというのは、死後が暗い心を破り、明るい心にする力のことです。満願というのは、無常の幸福、最高無常の幸せにして大満足にさせる力ということなんですねで。もうちょっと専門的にお話していきますと、ハーンというのは、闇を破るということですけども、この闇というのは、どういう闇かというと、トンネルの闇とかね、停電の時の闇じゃない。 無明の闇という、私たちの暗い心を言うんです。先ほどは無明超夜の闇。長い夜に例えて言われてますけども、すべての人は無明というね、明かりのない闇の心を抱えてるんですねで。これを病に例えて、無明豪症の病とも言われます。どういう病かというと、死後が暗い心の病なんですね。人間、生まれたからには必ず死んでいかねばなりませんけども、その確実な未来がこう暗いわけなんですね。 未来が暗いと現在も暗くなります。例えば、5日後にね、大出動する。もう腹開いてね、もう全身麻酔で腹開いて、治る確率30%みたいな。まあ、こうなるともう今から不安ですよね。まだ5日間あるじゃないか。今楽しくね、カラオケ行こう。遊びに行こう。こう言われてもね、そんな気持ちになれないんですよ。まだね、手術代に乗っていない。そしてそういった病の症状もあんまり現れないような、そういう病気なんですけども、やっぱり、 未来が暗いと今から暗くなりますよね。もうさらに言えばもう飛行機が墜落すると。あと1時間でもう墜落と。こうなったらね、あ、じゃああと1時間ちょっとね、あ、このドラマだったら1時間で見れるわと。こんな気持ちになれるかってことですよ。食事食べかけてね、あ、1時間あればもう余裕で食べれますわと。こんな気持ちになれるかってことですね。まだね、山に激突とかいうことはないんですけども、まだ飛んでるんですけども、もう墜落するまんまが恐怖ですよね。 未来が暗いと、当然現在も暗くなるわけなんです。そして、大地図が怖い、墜落が怖いというのも、結局死が怖いんですよね。そして、死んだらどうなるんだろうということで、今はね、何をしても心から喜べない、満たされない。一は飛び上がるように喜ぶことも確かにあるんだけども、長く続かない。何のために生まれてきたかがはっきりしない。なぜそういう心になるんだろう。この死後、確実な未来が暗いからだと言われ、 これを無妙合唱の病とか、無妙の闇、無妙超越の闇と言われたりするわけなんです。その闇を破るというのが反。光妙無量の働きによって、無妙の闇が晴れるわけなんです。それだけじゃなくて、満願する。満画というのは、願いが満たされるということですけども、これはね、快楽的な、一時的な私たちの願いじゃなくて、無常の幸せ、本当の幸せにしてやりたいの阿弥陀仏の願い。 私たちに人間前でよかったというね、生命の歓喜を味わせてやりたいという、その阿弥陀仏の尊い願いが私たちの身の上に満ちると。これを万願と言うんですね。その無常の幸福のことを王生一条とも言われます。王生というのは死後極楽浄土へ行って仏に生まれることです。一条というのは一つに定まるですからはっきりするということ。暗かった未来がね、 王生一様と明るい未来にはっきりする。とても信じられないことですけども、それが生きている時にはっきりするんだと。これが漫画なんですね。仏教を聞くことを長問と言いまして、仏教は長問に極まる。長問が一番大事なんですね。結論から言いますと。で、仏教をこう聞き求めていきますと、この無明合唱の病にかかっているということが分かってくるんですね。そしてこれが一番の問題だということが知らされてくるんです。そして、 真剣仏法を聞いていきますと、この縦の線でね、半ンガン、無明の闇が破れて、無明合唱の病が全開して、人間に生まれてよかった。いつ死んでも極楽王女を間違いなしと、半ンガンの実になるわけなんですで。それがこのね、専門用語で言いますと、門則真の一年と言いまして、この門というのは、この長門の門なんですね。まあ、厳密に言うと超と門と違いまして、この縦の線までが蝶。 で、この縦の線が門なんですね。これは私の無名豪唱の病を南無阿弥陀仏の薬で全開してみせると。そう誓われた阿弥陀仏の本願誠だったと聞いたときに、そのときにね、心行と言って人間前でよかったという幸せになれるんですね。この門俗心の心、心行ということはもうちょっと後にお話しますけども、まあ、言葉変えれば半万願、王城一条も同じであります。ですから、 阿弥陀仏本願誠だったと聞いたときに、半満万願、王城一条のみになる。それは一年の瞬間なんですね。一思いと書いて一年と読みますけども、あっともすっとも言う間もない時間の極まりで、ここで心はガラッとおがりするわけなんです。で、最初の方で南無阿弥陀仏を薬に例えてましたけども、この無を合唱の病を治す薬をこの耳からいただくということなんですね。で、薬を飲んで全開する。これが門促進の一年で、 この時、ハーン漫画ン、王城一女の身になるわけです。このように、南の阿弥陀仏には、ハーン,マンガンの働きがあるんですけども、これを言葉変えるとですね、バック・ユラクの働きがあるということになります。こういう字を書いて、バック・ユラクと読みます。先ほどね、ハーン、無明に闇を破るとありましたけど、その無明に闇が苦しみの根源なんですね。だから、闇を破るというのは、言葉変えると、苦しみを抜くということなんです。 バックとなるとね、苦しみを抜くということで、非常にわかりやすい言葉ですね。ハーンっていうのは何のことか、ちょっと普通わかりませんけど、説明聞かないとわかりませんけど、まあ、バックだけだとね、字を見ても、ああ、苦しみ抜くってことですね、と。まあ、日本人なら大体わかられると思います。わかりやすいんですけども、まあ、苦しみと言ってもいろいろありますからねで。阿弥陀仏が本当に抜きたい苦しみというのは、苦悩の根源である無明の闇なんです。で苦悩の根源が破られますと、 枝葉の苦しみもね、もう問題にならなくなるんです。逆に枝葉の問題ね、どれだけやってても、こう、キリがないわけで。やっぱ根本が大事。その苦しみの根源を抜くというのを、はーん、というわけです。また、湯クというのは、楽しみを与えるということで、こちらも漫画よりもわかりやすいんですけども、バックと同じように、楽しみを与えると言っても、いろんな楽しみがありますよね。しかし、アミダブの願いというのは、究極の楽しみ、幸せを与えるということで、ラクイコール漫画になるということです。 で仏教ってね、一言で何を教えたものですか聞かれると、バック揺らく。この四文字に収まります。みんな苦しみたくないから、その苦しみを抜いて、それも苦しみの根源を抜いて、そしてみんな楽しみたい幸せになりたいから、楽しみ幸せを与える。それも人間究極の幸せ、人間前でよかったという生命の歓迎を与える。これが仏教ですよ、ということでお話してきましたけど、これはナムアミダ仏の働きによって、ハーンマンがバック揺らくの実になれるわけですから。 仏教というのは、言葉を変えれば、ナムアミダ仏一つを教えたものと、ここからも言えるわけなんです。で逆から言うと、ナムアミダ仏の働きによって、ハーマン万願させられる。バックイラクの実になれるということです。はい。ますますね、理解が深まってきたと思いますが、さらに話を進めます。で、ここで先ほどちょっとね、門足真のところで出てきました、信行についてであります。これ、信楽とも、死が楽とも呼ばずに、信行というの。お医者様であるね、アミダ仏が、 全ての人を無常の幸せ、本当の幸せにしてみせるというお約束をしておられるんですけども、その約束のことを本願というんですね。ちょっと難しいね、漢字36文字で説かれてますけども、その中に、実法史上、全ての人を信用のみにしてみせると、こう誓われてるんですね。実法史上、全ての人のことですけども、これが約束の相手。ですから、あなたも当然、阿弥陀仏の約束の相手であります。で、全ての人、私たちをどうするか、約束の内容は何かというと、 信行の実にしてみせると。こういう約束なんですね。で、信行というのは、言葉を変えれば、半満願であるということでありますので、先ほどの話をした通り、苦悩の根源、死後が暗い、心の病い、無明の闇を破って、苦しの根源を抜いて、いつ死んでも極楽往生間違いなしというね、究極の願いを満たす、人間生まれてよかったという、本当の幸せを与えてくださる。そういうバックヤラク、半ー願の実になったことを、信行というんですね。 これは、門足真の一年の真ということなんです。ちょうどね、医者は素手では治せないように薬が必要でありますけども、阿弥陀仏というお医者様が、このハーンマンガン、バックエラク、心行のみに全ての人をするために作られた薬が、ナム阿弥陀仏。ナムの働きで真。阿弥陀仏の働きで行。心行のみになれるということなんです。で、さらにですね、その阿弥陀仏の本願、約束の見心を 私たちに分かるように教えられたのが、本願常寿門と言われるものなんですね。これはお釈迦様が先生であります。阿弥陀仏の本願、阿弥陀仏の本当に願っておられる見心を私たちに分かるように教えられたのが、本願常寿門なんです。これがね、ないとですね、その本願の見心が大きすぎて私たち人間に分からないんですね。だから、一切経、七7000冊以上あるお経の中で一番大事なのが、この本願常寿門と言われるんですね。 そこには、新人、漢義と説かれています。新人が新行の新にね、対応し、漢義が新行の行に対応します。で、本願上寺もね、まあ、本当は漢字40文字なんですけども、今日話をする内容に関係するとこだけをね、紹介しますと、文語名、名語、新人、漢な内し一年と説かれています。まあ、難しい漢字ばっかりと、こう思われるかもしれませんけど、先ほどね、ちょっと聞いた言葉がこう出てきてますよね。 そうです。門俗真の一年とありましたけども、この信仰の真は信人の真ですからね。これも門俗真の一年の真でありますで。その名号たるのは、この名号というのは南無阿弥陀仏のことなんですね。南無阿弥陀仏の薬は耳からいただきますので、門後名。南無阿弥陀仏の薬をいただきますと、その南無阿弥陀仏は、阿弥陀仏の約束を果たす働きが収まってますから。南無阿弥陀仏の名号をいただくと、皆の本願誠だ。信行のみにね、全ての人をしてみせると。 ハンマンガンバックイラク、本当を幸せにしてみせるという本願まことだと聞くわけですね。それで、新人歓喜する。歓喜とありますようにね、感も喜び、気も喜び、人間前とよかったの生命の大歓喜が沸き起こるわけなんですで。阿弥陀仏に救われてもね、その救われたことなんかはっきりしないよというのは、この新人歓喜になってないわけですから、残念ながら、まだ助かってはいないということなんですね。そして、この新人歓喜の右になるのは、 門と聞いたその一年であるとお話ししましたけど、その根拠はこの本願常時門にある。だからもう大事な言葉ですね、もうすべてこの本願常時門に収まってるんですね。で、ここから仏法は長門に極まると言われまして、長門聞くなら門も聞く、聞いて聞いて聞き抜けよと言われるのは、この本願常時門が根拠になっている。阿弥陀仏の御心がここで明らかになっているということなんです。で、さらに話を進めますと、 ナムアミ陀ブツのナムの働きによって、この罪悪感が深まるんですね。このように聞くとね、いや、それ深めないでくださいと。このように思われるかもしれませんけど、これ間違ってはならないのはね、罪悪が深まるんじゃないんですね。罪が重くなっていくわけじゃないです。罪悪感が深まるんです。罪悪感っていうのは、本当の幸せを求めようというね、そういう心にこうながっていくんですね。例えば、すべての人は、 煩悩を持っていると言われます。私たちを煩わせ、苦しませ、悩ませる煩悩。全部で108つあると説かれるんですが、特に大きな煩悩。ビッグ3が三毒の煩悩と言われます。一つ目は、貪欲。これはいわゆる、欲しい欲しいの欲ですね。霧りも気やも,もない、あれも欲しい、これも欲しいという思いであり、自分の思い通りにしたいという自己中、自己中心的な心が貪欲です。これによって、人もね、苦しませるけども、自分も煩い悩みに苦しむわけなんです。 欲の心にこう振り回されてしまうわけですね。また欲の心で罪を作ったりもいたします。でその欲が妨げられると、カーッと腹立つ。これが怒りの心であり、専門用語で真にっていうんですね。ちょっと漢字難しいですけど、真にと呼びまして、これ怒りの心です。カーッと腹立つ心、イライラカリカリする心、それで人を攻撃して苦しめたり、罪を作って自分が苦しむということもあります。 で露骨に怒れない相手に対しては恨みに呪いの心を起こし、また自分より優れている人を見ると妬ましく思う。こういう恨み、妬みなどの醜い心を愚痴の心と言います。これでまた悪を作り、この醜い心に苦しむわけですね。すべての人は、この煩悩でできている煩悩、具足の煩悩と言われます。氷像、氷の像はね、氷でできてますから、この像から氷を取ったら何にも残らないように。 私たち人間は煩悩でできている。煩悩100%なので、煩悩を取ると何も残らない。その煩悩の塊なんですね。で、そんな自分は、どんな大金持ちになっても、どんなに権力を手に入れても、本当の幸せにはなれないということが知らされてくるんですねで。松影の暗きは月の光かなと、こういう歌もありまして、松の木のね、影が黒く濃く映るのは、月の光に照らされてるんですよね。月の光が強く当たれば当たるほど、 影の黒さが際立ってきます。そうすると、余計欲を満たそうと、こうするんじゃなくて、こんな自分でも本当の幸せになれる道はないだろうかと。本当の幸せに心は向かうようになるんですね。新蘭症にも9歳から29歳まで、比叡山で大変な修行をされましたけども、そこで知らされるのは煩悩いっぱいの自分でね、この煩悩いっぱいの煩悩不足のものがね、救われる道はなかろうかと。だんだんと知らされていったんですね。 そして最後はその比叡山を降りられて、そして京都の町でね、煩悩あるままで全ての人が救われる阿弥陀仏の本願を説いておられる法然聖人に巡り合って、そして29歳春の時、この南無阿弥陀仏の働きによって阿弥陀仏の本願に救われられたんですね。だからこの罪悪感、この煩悩が問題になって、それで真実の仏法は聞きたい、阿弥陀仏の本願聞きたいと、こういう気持ちになるわけだ。 大事な弔問ね。弔問しようという心が強くなるのは、この罪悪感によることが大きい。だからこれはね、単になんか、お前こんな悪いことしてるやろと、まあ、こういうような注意をするために、指摘をするためじゃないんですね。ちょっと一見反対を思えるかもしれませんけど、プロセスとしましてね、この罪悪感が深まるというのは非常に大事なことで。だから仏教で煩悩とかね、この罪悪に関することを言うのは、なんか暗くてね、嫌なことを言うためではないということなんですね。まさに巧妙。 光に照らされてね、松の影がくっきり見えてくるように、自己の罪悪というのが、明を無量、南無阿弥陀仏のナムの働きによって知らされ、より仏法を聞かずに折れなくなっていく、焦点があっていくということなんです。それに対して、南無阿弥陀仏の阿弥陀仏の働きによって強くなるのが無常感なんですね。常がなく続かないことを無常と言いますけども、中でも無常だなと感じるのが人の命でありまして、 やはりね、限りある命と知らされると、一日一日を大切にするようになりますね。いつまでも生きておれるように思うと、一日一日がおろそかになってしまう。大きな病にかかってね、初めてこの一日の尊さ、人生がもう奇跡であるということが知らされましたと。こう語る人も多くありますけど、これ無常を通して本当の幸せを求めようという心が起きるわけで。これを無常を感じるは、菩提心の始めなりと言われます。無常を無常と見つめることが、菩提の心。 これは本当の幸せを求めようという頃ですね。その始めなり出発点が無常感であるということです。まあ、そもそもね、親鸞将棋の仏教を求められる出発点というのは、4歳でお父さん亡くされ、8歳でお母さんを亡くされて、今度死んでいくのは自分の番だ。死ねばどうなるんだろう。この深刻な無常感から九歳で出家しておられますから。これまたね、尊い母大の頃、本当の幸せを求めようという頃、これが起きる。そしてそれはね、寿命無量、永遠の命と。 これと比較することによって人生50年とか100年といってもね、もう本当瞬間に過ぎない、儚い命だな、ということがこう知らされる。南無阿弥陀仏の阿弥陀仏、寿命無料の働きによって無常感が捕まるということなんです。このように真剣仏法を聞くことが大事なんですけども、真剣仏法を聞こうという心をけるのは、この罪悪感と無常感であり、阿弥陀仏の巧妙無料、寿命無料が収まった南無阿弥陀仏の働きによって この罪悪感、無常感が強まり、真剣仏法を聞こう、本当の幸せになろう。こういう気持ちは強くなっていくということなんですね。そして次ですね。これ極めて大事なんですけども、ちょっとね、高度でもある、二種人心でございます。この機会にぜひね、知っていただきたい。二種人心というのは、二種というのは二種類、二つのということですね。人心というのは、深く信じるとありますけども、これ、はっきりするという意味なんですね。二つのことが、 阿弥陀仏の本願に救われますと。南無阿弥陀仏をいただきますと、はっきりするんですね。どういう二つがはっきりするかというと、一つは木の人心。木というのは私の姿ですね。私の本当の姿がはっきりする。これは木の人心。そしてもう一つが法の人心。この法というのは阿弥陀仏の本願。阿弥陀仏の本願誠だった。とはっきりする。私と三田の本願と、両方が二つ同時にはっきりしますから、二種人心というわけです。 でこれは罪悪感無常感とは違うんですね。罪悪感無常感というのは相対的なものでありまして、二種人心というのはもう絶対なものなんですね。もう真理がはっきりするということです。煩悩不足の自分であったということがね、はっきりするのが気の人心。で、この人心のことを別のとこでは真知と言われてまして、ここでいう真というのは、信じますという真じゃなくて、誠って意味なんですね。真知の知は知らされるということですからね、思うとか考えるじゃない。 はっきり知らされた、誠だったと知らされたということです。で煩悩不足の自分であったと知らされ、その煩悩不足のものを往生一条の身に救う、この世から人間に生まれてよかったという幸せに救う、その皆の本願、これを法と言いました。皆の本願誠であった。信仰の身にしてみせると誓えた本願誠であったとはっきり知らせるのが法の人心なんです。ここからもね、はっきりしないなんていうのは大きな間違いであるということです。 それでね、その阿弥陀仏の本願通り救われたかどうか、信仰の実になったかどうか、この判定基準が二種人心であると、このように言われます。これはね、ちょっと専門的でありますけど、本願寺の不教師の要望であるね、安心論題と言われるその解説書にもね、救われたかどうかの判断基準は二種人心と、まあ、このようにありますので、誤解している総理の人ももうかなりたくさんあるんですけども、これ非常に大事なことなんですね。と言いますのも、まだね、信仰の実になってないのに、 アミノマズの本願通り救えてないのに、もう助かったと誤解してしまう。そういう場合が少なからずあるんですね。安楽椅子といってね、どっこいしようとね、椅子に腰掛けてしまうことにこ例えられますけど、こうなってしまうとね、真剣仏法を聞き求めようという気持ちがなくなってしまうので、一番大事な聴聞のね、原点が崩れてしまうので、大変恐ろしいんですね。なので、ゴールはどういうとこなのか、決勝点、目的地はどういうとこなのか、これよく知っておく必要があるんです。でこれ心の世界ですからね。 そして、仏法ぽ解いてる人がここに座ってたらね、ここまででいいんじゃとか言って、仲間は増やしていきますので、これ怖いんですよ。だからこの二種人心、この信仰の世界を解ききる先生から聞かないといけない。もう今朝かけてね、なんかその坊さんみたいな格好をしてれば大丈夫というものじゃありません。逆に背びれをだろうがね、T シャツだろうが、正しいね、信仰の世界を解く人なら正しい仏教の先生であります。そういう意味でもこの二種人心というのはね、非常に大事なことであって、 簡単に言うと、本当の自分がはっきりしたのが木の人種。阿弥陀仏の本願誠だったとはっきりしたのが法の人種になります。これについてはね、また別の動画で詳しくお話したいと思います。そしてですね、破邪検証という四字熟語がありますけども、ナム・アミダ仏のナムの働きによって破邪する。ナム・アミダ仏の阿弥陀仏の働きによって検証せずに折れなくなるということなんですね。破邪というのは邪を破るということで、邪説、間違った考えをね、 それは間違ってますよと明らかにすることです。まあ仏教というとね、まあ他の人のことはとやかく言わないね。もうみんなそのままでいいよみたいな寛容な教えと。まあこういうイメージあると思います。まあ、あながち間違いでもないんですけど、だからといってね、間違ってる人もね、そのままでいいよなんてことは言わないわけです。これ、お互い不幸になりますからね。まあこの動画でも話しましたけど、差別主義とかね。またもう人殺しをもう良しとする、そういう恐ろしい思想とか。 あ、そう考えてるんだ。まあ、それもありだよね、なんて言ってたら、もう差別受ける人もたまったもんじゃありませんしね。ましては殺されてしまう人。これはもう尊い命を奪われてしまうわけですから。そういうのを認めるというのはもう同罪ですよね。でそれを寛容と勘違いしたらこれは大変なことです。だから、じゃに対して敏感になるのも大事なんですよ。どうでもいいことまでね、文句言ったり、いちいちイライラする。これはダメですよ。そうじゃなくてもっと大きなね、人の命を大切にしないとか。 人間を物扱いするとか、露骨に差別する。またさっきのね、安楽椅子をすめるみたいな。これは邪として破るのが親切であり、慈悲に裏付けられた知恵なんですね。お医者さんで言えばね、あ、これガンだけど、ガンって知らせたらかわいそうだな。じゃあガンじゃないってことにしてあげよう。あ、大丈夫ですよ。どこも悪いとこありませんよ。<laughs> これ優しさじゃないですよね。まガ、あ、ンですけどね、まだ発見が早かったので、今ならまだ治せますと。 早くね、手術を受けてください。今までこういった手術何回もしてきましたから大丈夫ですと。まあ、こう言ってくれるお医者さんの方が親切なわけです。親切というかね、正しいわけですよ。まあそういうこともありましてね、このチャンネルではよくね、本当のことを言いますとか言ってね、<laughs> まあいろいろと、そこ違うんですけどっていうね、話をし,しますけど、これマウント取るためじゃなくて、意地悪言うためじゃなくてね、馬鹿にしてるじゃなくて、本当の幸せになってほしいから。ナムアミダブツのナムの働きによって蛇を破る。 ハジャンをしているということになります。それに対して南無阿弥陀仏のね、阿弥陀仏の働き、慈悲の働きによって、検証、正しいことを明らかにするわけですね。それは間違い以上ではね、困るんで。じゃあどうすればいいんですかとこれで幸せになれないならどうすれば幸せになれるんですかというね、その真実を明らかにする。これは当然大事でありましてね。しかもこれ自分さえ幸せになればいいやと言うんじゃなくて、人にもね、その幸せを伝えずに売れなくなる。 これが、ハじゃ検証なんですね。いろいろ言ったら、煙たくも悪いんじゃないか、悪くも悪いんじゃないか、こういう心も起きますけども。のんびりね、もう自分は幸せになったんだから、わざわざ人にね、幸せ伝えなくても、あとはもうその人の自業自得、放っておこうよと。こうもならず、ハじゃ検証するのは、このナムアミダ仏、知恵と慈悲の働きによるんです。また、ナムアミダ仏の働きによって、自理利他の活動をせずに折れなくなるんですね。で、まずね、自分が不幸の存続だと、 他の人を幸せにすることできませんので、自分がね、溺れていたならば、他の溺れている人も助けることできませんので、まず自分が安全なね、ところに立たねばならない。これが自理ですね。自分の利益。自分がまず幸せになるということ。知恵の働きで、まず自分自身が人間をでてよかった。本当の幸せになる。また、本当の幸せあることを知ってね、正しく教えを知ると。これが自理ですね。で、先ほどもちょっとお話したように、これは自理のまんまで終わらない。必ずそれはリ座の活動になります。 なぜなら、ナムアミダ仏の、アミダ仏の働きによって、ジリの働きによって、他の人もね、利する。シャーセンせずに折れないからです。で、ナムアミダ仏にはこのジリリタがね、収まってますから。ナムアミダ仏をいただきますと、ジリリタの活動をせずに折れなくなるし、まだね、アミダ仏の本願に救われてない人でも、ジリタの活動をせずに折れなくなるわけなんです。そして、このシャジキタも、ナムアミダ仏の働きによって、なさしめられるということなんですね。これどういうことかと言いますと、 社辞の辞というのは、自力の辞なんですね。自力の心なんですけども、言葉を変えると、偽情ということなんです。自力イコール偽情ですね。疑いの心と書いて偽情ですけど、これ何を疑う心かというと、阿弥陀仏の本願。それを疑う心のみを偽情というんですね。人や物を疑うこと。まあ、それはね、大事な場合もあります。オレオレ詐欺。まあそういった詐欺にね、引っかからないためにも大事ですけども、この阿弥陀仏の本願、疑っていたら、これ救われませんので。 この偽情は捨て物なんですね。で、この偽情を自力、自力の心と言うんです。自分の力のことを自力と言うんじゃないんですね。これ大変間違われてますので。もうこの自力イコール偽情これ丸暗記でですから、これ覚えとくと大きな間違いはしなくなります。で、自力がダメなんだと聞いてね。じゃあ、もう自力やめた、ね、脱力、無力、みたいな感じでね。<laughs> これを他力と勘違いしてる人おりますけど、自分で捨てようとするのも自力ですのでね。この謝辞の自、 これはナムアミアの南無の働きによって自力捨てるんですね。で、社来北の他というのは他力のことで、他力に期する。この一年で自力を捨てて他力に期する。この一年が寛容なんです。でこの一年を解き切る人を正しい先生、真の知識とか全知識って言われるんですね。ところは有名な仏教の僧侶でもね、一年の水際なんか聞いたことないよ。お前も聞いたことないだろないない。お前もないだろないない。だから一年の水際解くの間違いなんてね。 こういうことを言う人ありますけど、とんでもない。それはさっきのね、安楽椅子グループでありまして、非常に危険であります。はっきり親鸞書に、この、社事きた、この一年の水着は、これを明らかにされてますから、ここが寛容なんです。で、この他力というのも、単にね、他の人の力という意味じゃありません。他の人の力なら、なんか依存症とかね、自立してないという、そういうイメージになってしまいますけど、これはもう、ハーン、マンガン、バック、イラク、社事きたの働きが収まった、ナムアミダ物のことであり、 シャジキタをさせるね、阿弥陀仏の本願力のみをタリキと言います。で、その阿弥陀仏の本願力というのは、巧妙無料、寿命無料のね、お働きであり。それが収まったのがナム阿弥陀仏ですから。ナム阿弥陀仏によって、シャジキタ。私たちは、自力を捨ててタリキに帰する。信行のみになれるということなんですね。それでね、ナム阿弥陀仏について、五文書にこう知られてます。ナム阿弥陀仏という文字は、その数わずか六字ですよね。ナム阿弥陀仏。 たった6時しかない。だから、さのみ苦悩のあるべきとも覚えざるみ。そんなにね、苦毒効能があるとも思えないだろうと。とお経ならね、もう短い、1分ぐらいで終わってしまうお経よりも長いお経の方がね、苦毒があると、こう思いがちでありますので、ましてや、ナムアミダ仏の6文字では心も元ないと。そんなすごい力があるとは思えないだろうけども。この6時の名号、名号ナムアミダ仏のことですね。この6時の名号ナムアミダ仏の中には、 無常人人。上を見れば最高無常。計り知れない。深さを見れば鼻肌深い。そこが知れない。そういう苦毒利益は広くって大きくっても極まりない。無限である。なぜなら明を無料、極まりない力。寿命無料、永遠の命。知恵と自死が全部収まった生弥陀物。今日お話しした通りでございますので。まさに無常人人の苦毒利益の 広大なることは、その極まりがないんですね。それをこの南無阿弥陀仏をいただきますと、ハンマンガン神経の身になりますと、この言葉がはっきりするわけです。しかしね、それまではね、そんなくどくなんかないだろうと、こうとしか思えないわけですね。それは聞いていくことによって、南無阿弥陀仏の尊さが知らされてくると。そして実際に南無阿弥陀仏をいただいて、いわゆる阿弥陀仏の本願に救われて、この言葉が本当であった、ことであった、と、はっきりするわけです。それで、 一切の商業というも、商業というのは仏法書ですね。すべての仏法書は、この南無阿弥陀仏の六字を知らせるため、南無阿弥陀仏とはどういうものか。そして究極には、その南無阿弥陀仏をね、私たちがいただけるように書かれた、説かれたのが一切の商業、すべての仏法書であるということなんですね。いきなりこれを聞いてもね、なんでそうなるんやと、まあ、そう思われると思いますけども、今日はね、話を聞かれると、確かにね、今日の内容をいろいろまた形変えてね、 おえられたのがお経だなと。バック、ユラク、ジリリタ、いろいろ聞いたことあるけど、それ全部このね、ナムアミダ仏から出たのか、この苦毒ををえるためなのか、それも単にいいことしましょうじゃなくて、本当に幸せになる、そのためにおえられてたのか、ということがですね、今日の話から分かってくる。あまりにも広大無辺ですので、全部を一遍に話しできないので、ね、今日はこのナムアミダ仏のナムの働きの ハーンの闇、無明の闇について詳しく話をしましょうとか、ナ無アミダ仏の阿弥陀仏の利他のね、この話を中心にしましょうと。その部分部分を話しておしているわけであって。しかしね、それはすべて南無阿弥陀仏から出たものであり、すべては南無阿弥陀仏に収まるということなんですね。これがわかると仏法の理解がずら深まります。今日とはね、また別の角度で南無阿弥陀仏について詳しく話した動画もあります。これ非常にね、好評いただいてますので。 最後リンク貼っておきますのでね、そのリンクとか、下の概要欄、コメント欄からご確認ください。またね、ナムアビダ物というとね、念物だろうと。念物の話かと思ったら全然出てこなかったと。こう思われる方もあるかもしれませんが、この念物についてはまたね、別の動画でお話してますので、こちらもぜひお聞きください。今日の内容が少しでも良かったと思っていただいたら、高評価ボタン。また、コメントを待ちます。そしてね、実は、このナムアビダ物の働き、まだまだね、ナムの働き、アミダ物の働き、いろいろありまして、 長くなりすぎるので今日はここまでにしましたけど、その完全版を聞きたいというね、リクエストがあればぜひそれもコメントにお書きください。リクエストが多ければまた別の機会にお話ししたいと思います。このチャンネルの更新情報や有益情報が届きます無料メールマーガもキャンペーン中です。こちらの QR コードや下の概要欄、コメント欄からご確認ください。今日の関連動画はこちらです。まだチャンネル登録なされてない方はこの丸いところを押していただいてチャンネル登録をお願いいたします。 更新情報が届きますし、より多くの人にね、この動画を知っていただくことにもなります。また、私のモチベーションアップにもつながります。それでは、また。